どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日は、マリオットボンボイのホテルの、ベストレート保証について解説していきたいと思います。で、このベストレート保証っていうものは、まあ、何かっていうと、マリオットボンボイのホテルはベストレート保証っていうものを保証してくれる制度がありまして、まあ名前の通りですね、ベストなレートを保証してくれてるわけですよね。価格を一番安いですよっていうのを保証してくれてます。っていうのも、ホテルを予約するっていうのは、まあいろんなところでできますよね。まあマリオットボンボイの公式サイトからもできますけども、まあエクスペディアとかね、ホテルズ .com とか、まあいろんなホテル経由サイトを、通しても、もちろん予約することができますよね。マリオットボンボイの公式サイトで予約してもらうために、ためだと思うんですけども、安くね、どこよりも安く出しておりますっていうのがベストレートっていう保証、ベストレート保証っていうものなんですよね。で、もしね、マリオットボンボイの公式サイトの、価格より、他のサイトのね、価格が安かった場合、ベストレート保証っていうものが受けれるっていうものなんですよね。で、このベストレート保証っていうものがもし受けれたとして、じゃあ何がもらえるかっていうと、まあ宿泊代金、見つけたサイトの宿泊代金から 25% オフで宿泊できる。もしくは5000円分のマリオットボンボイのポイントがもらえるっていうものになっております。で、この、まずこれがどっちがいいかっていう話だけ簡単にしちゃうと、まあ海外旅行とかね、長期の旅行行く場合は、まあもちろんね、25% ね、宿泊代金から、割引でもらった方が価格としてはお得になりますし、まあ1泊とかね、2泊とかだったら、まあ5000ポイントもらっといた方が、まあお得なんじゃないかなって個人的には思います。それではですね、次に、申請方法について解説していきたいと思います。このベストレート保証の申請方法は、マリオットボンボイのね、公式サイトに、申請の、ね、フォームがありますんで、まあ、この動画の概要欄に、その申請の URL 貼っておりますんで、まあ、そちらから申請するっていう形となります。それではね、次に注意事項解説していきたいと思います。で、注意事項なんですけども、このベストレート保証の申請を通すにはですね、同一の、プランでないと申請が通らないです。っていうことなんで、もちろんね、予約しているのが普通の、キングサイズルームで、まあ5万円で出てたとして、こっちで、スイートルームが10万円で出てた。っていう場合に、まあ申請をしても、プランもな、部屋のタイプも全然違うので、申請は通らないです。ですんで、同一プラン。で、この同一プランっていうのは、ありますよね。返金不可とか、返金 OK とか、まあ、ベッドが一つか二つかみたいな、そういうのも関わってくるみたいなんで、本当に同一のプランで安いホテルがあればっていう話になりますんで、ここも気をつけてください。それではね、ベストレートの保証っていうのが、条件なく予約することのできるホテルっていうのが条件なんですよね。で、従って、誰でも見れる。だから、なんかの会員価格、まあ、エクスペディアとかね、まあ、いろんなホテルサイトで、まあ、会員価格ってありますよね。エクスペディア私登録してるんですけど、すごいメール来るじゃないですか。そういう、なんか、平井様限定みたいな、そういう、なんか、価格、まあ、会員価格みたいなもんですよね。そういうものだと、残念ながら、申請は通りませんので、その点も注意してくださいね。で、次の注意事項ですね。このマリオットボンボイのベストレート保証っていうのは、期間が決まってるんですよね。ですので、予約してから、そのベストレート申請を行うまでに24時間以内に申請しなきゃいけないっていう文言があります。ですので、マリオットボンボイの予約を取って24時間以内にベストレート申請をしなきゃいけないっていうことは、その間にホテルを探さなきゃいけないってことですよね。ホテルを探す。そのマリオットボンボイの公式サイトより安いホテルを探さなきゃいけないですよね。このベストレート申請を行うって考えると。っていうことは結構時間としてね、
結構縛りがありますんで、まあ、おすすめのやり方としては、事前に調べちゃう。まあ、事前に調べて、安い価格がなかったらもうどうしようもないんですけども、まあ、ちょっと、あれ、これおかしいな、みたいなホテルが結構見つかったりしますんで、事前にね、マリオットボンボンより安い価格をね、一度調べてみることをお勧めします。おすすめのサイトなんですけども、まあ、いろいろありますよね。ホテルを経由するサイトって。トリバゴとか、トリアベルコとか、まあ、Google でもね、ホテルの名前入れたりしたらね、普通に出てきますよね。ここがいくらみたいな。まあ、トリップアドバイザーとかでも出てきますよね。まあ、そういう調べ方もいいですし、Expedia、Hotels.com とかで直接調べてももちろん OK だと思います。で、まあ、私のおすすめとしては、Hotels.com。なんでって感じですよね。このホテルズ .com っていうのは、まあ、エクスペディアとかもやってるかもしれないですけども、最低価格保証ですね。この、ホテルズ .com はね、歌ってるんですよね。まあ、だから、言ってしまえば、マリオットボンボヨが別トレート保証言ってますよね。ですけども、ホテルズ .com でも最低価格保証言ってるんですよね。ですんで、両方ともで言ってるんですよ。最低価格ですって。これどうなんだろうなと思いますけども。まあ言ってるんですよね。ですんで、まあホテルズ .com でちょっと調べてみるのも、まあ一つおすすめの方法かなって個人的には思います。で、いろんな、トリバゴとかトラベルコとかね、そういうサイトで調べるときの、まあ注意事項がね、その注意事項の注意事項なんですけども、トリバゴとかホテルズ .com じゃない、トリバゴ、トラベルコとかね、まとめで、ランキング出てるサイトから、ホテルの調べますよね、価格を。で、まあ、トリバゴで調べて、ホテルズ .com の価格がすごい安かった。で、これでマリオットのベストレートに申請しよう。で、申請出すとしますよね。結構落ちること多いんですよね。まあ、っていうのも、トラベルコから、ホテルズ .com で、経由して調べた結果っていうのは、トラベルコ限定価格の可能性が結構多いんですよね。うん。こういうのが結構あるんですよ。ですので、それで調べちゃうと結構申請落ちたりするんですよね。まあ、これはなぜかっていうと、この申請出した先のマリオットの人たちは、まあ、仮にホテルズ .com だった場合、ホテルズ .com、まあ、URL 載せるんで、それを見る可能性ももちろんあると思うんですけども、ホテルズ .com の公式サイトからも予約の確認を、の価格を見ると思うんですよね。ですので、トラベルコでね、予約した場合、そういう理由で落ちることがあるんですよね。ですので、ホテルの予約の検索をするサイトと、まあ、実際のホテルの、価格を見る場合、の、ブラウザをね、分けるようにしてくださいね。ちょっとね、言ってることがね、難しいかもしれないですけども、まあ、片方は、まあ、iPhone とかね、Mac の場合は、検索サイトをサファリで開いて、実際のホテルの、価格を、Chrome とかで開いてね、まあ、そういう感じで分けてね、行って、やると、価格がね、価格の差が生じないで申請できるので、おすすめのやり方となっております。そういうのがあるよっていうのね、これちょっと説明するとね、すごいちょっと分かりづらい説明になっちゃうんで、割愛しちゃいますけども、まあそういうのがあるんで、まあ予約サイトのまとめサイトを、で見るブラウザと、実際の価格を見る、ブラウザは分けるようにね、するようにしてください。で、その価格を見て、初めて、公式サイトの、マリオットね、公式サイトのベストレートの申請を行うようにしてください。ベストレート申請の、私のやった結果っていうのをね、紹介していきたいと思うんですけども、まあ私ね、このチャンネルでも結構言ってる通り、今年のね、11月の終わりにまたニューヨークに行きますということで、今回長めに14日間宿泊するんですけども、さすがに全部ね、ポイントで宿泊することはポイント事情で、厳しくてですね、5日間現金で宿泊するんですけども、そこでね、取ったんですよね、今回。で、
ホテル名はシェラトントライベッカニューヨークということで、まあニューヨークのね、まあトライベッカ地区なんですけども、結構ね、立地のいい場所で、でホテルはシェラトンっていうことなんで、結構ね、プレミアムクラスだと思うんですけども結構高いんですよね。で元々の価格が、5日間で、1500ドルですんで、まあ110円の、日本円が110円で計算するとだいたい16万円ぐらいのホテル5日間ということで、まあ高いですよね。でこのニューヨークのね、この11月の終わりから12月っていうのはもうニューヨークでもスペシャルハイシーズンのシーズンなんですよね。まあこれはクリスマスシーズンっていうのもありますんで、すごい高い時期なんですよね。でまあ5日間で16万円っていう価格で予約して、でその後にね24時間以内に、検索しなきゃいけないんで、検索したわけですよね。で私は事前検索は軽くやってたんですけども、まああんま見つかんねえなみたいな感じで、あんまりやってなくて、その予約した後1時間半ぐらいちょっと調べて、あれっていう感じで見つけたんですよね。まあこれが、先ほど言ったホテルズ .com だったんですよね。でホテルズ .com で、同じ返金稼働で、5日間で、ホテルの客室も同じで、調べたらですね1300ドルで出てたんですよね。安いと思って、これはいけるんじゃないかと思って、しかもホテルズ .com も最低価格保証してると思って、まあその URL を載せて、マリオットボンボイのベストレート申請に申し込んだんですよね。で結果が来たんです。通ったんですよねいやこれはありがたい。で5日間の、シェラトントライベッカニューヨーク、もともと1500ドルだった宿泊代で、結局申請が通ったのは5日間中の4日間。まあこれ全部 日別で見られちゃうんで、なんていうんですか、この日は OK、この日はダメみたいな感じで、私も5日間中の4日間は OK だけど、5日間は通りませんよみたいな返信が来ました。で、価格ですよね。もともと1500ドルだったこのホテル代がですね、なんと1000ドルですなんですね。1000ドル。まあ、本当に、6万円、500ドル。まあ、日本円にすると大体6万円ぐらいの割引が受けれたっていうことなんですよね。私もね、ベストレート申請が、まあ、実際にやってみてね、初めて通ったんですよね。毎回申請は出してたんですけども。ですので、皆さんもね、ちょっと手間ではあるんですけども、ベストレート申請ね、ぜひ挑戦してみてください。で、こうもちろんね、このベストレート申請っていうものは、ただですからね。まあお金のかかることじゃないんで、まあちょっとね、ちゃちゃっと調べたことでもいいですので、ちょっと同一プランで、まあ、公式サイトでね、安い値段が出てたらですね、ぜひ、調べてみてはいかがでしょうか。本当に、まあ私の場合はね、1500ドルが、1000ドルで済んだっていうことですんで、これが長期になれば長期になるほど、割引額はね、大きくなりますんで、まあ家族旅行とかね、で、ちょっと長めに行くときとかなんかはね、ちょっと事前準備でもいいですし、まあ、予約してからね、まあ24時間以内って縛りがあるんですけども、まあ、やってみてはいかがでしょうか。本当に、この割引額はね、本当に大きいんでね。で、マリオットホテルはね、もともと、すごい高い、すごいまでいかないけど、まあ、安いホテルじゃないですからね。っていう意味でも、おすすめとなっております。ちなみにですね、私の4泊目、5日目ぐらいのホテル代は99ドルだったんですよ。これニューヨークだったら本当に、共同部屋の共同トイレみたいな、そういうドミトリーみたいな感覚ですよね。共同シャワーみたいな。いや、これ本当ね、すごいです。びっくりしましたけど、とてもありがたいですね。
ぜひね、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。もしね、質問等々があったらぜひコメント欄いただければね、私の方で分かる部分には答えさせていただきますし、ちょっと分からない部分に関してはちょっとね、調べた結果をお伝えさせていただきますんで、ぜひね、もし分かんないことがあったら聞いてください。それではね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、普段の私生活から本当に普通のこともつぶやいてますし、ポイントサイトの、ね、案件なんかも、つぶやいたりもしておりますので、ぜひよかったらフォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私の、この YouTube でですね、マリオットボンボイのこと、マリオットボンボイのキャンペーン、もともとはね、 ANA マイル、 ANA に関すること、あと ANA マイルをね、実際に貯めるポイントサイトの運用なんかも紹介させていただいております。で、クレジットカードお得情報、私の大好きな街のニューヨークの紹介も、しておりますので、ぜひもしよかったらチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。